軽く、ね、説明していきます。プロプリオセプティブニューロマスキュラーファシリテーションっていう、言葉の略になってます。で、要は感覚を入れてあげて、神経筋システムをファシリテートしてあげましょうという意味合いがあります。で、カバットさんという人がこの理論を考えたんですね。で、まあ、テクニックではなくて考え方ですよ、コンセプトですよということをカバットさん言ってます。全人類を元にした哲学ですよ、考え方なんですよということを強調されてますね。で、こういうイメージです。こういうふうに、まあ、感覚、あるいはその感覚に伴うアウトプットの、方法がわからない、どう動いたらいいかわからないというようなものを、あ、こういう動かし方あるんだな、こういう力の入れ方があるんだなということを気づきを与えて、アウェアネスとね、よく言われますけども、気づきを与えてあげる。がどんな感覚を入力していくかですけども、例えばこういうね、不良姿勢の患者さんがいます。で、僕たちはこの姿勢をなるべく良くしたいなと思うわけですよね。アップライトに座位を保持するという課題に対して、運動制御していくわけですけども、その方の持っている、個性ですね、レンジとか筋力とか、バランス感覚とか、で、環境ですね、この部屋の環境、座面の高さ、柔らかさ、測定がついてついてないとかですね、目が見える見えないとか、雑踏の中にいるのかとか、あるいはセラピストもこの環境のうちの一つです。で、患者さんのアップライトに座位を保つという課題に対して、セラピストはいい環境にならなくちゃいけない。じゃあいい環境になるにはどうしたらいいですかね。そこで出てくるのは感覚情報なんですね。先ほどの PNF の P の部分、プロプリオセプティブ、どんな、いかにいいクオリティの感覚を入力してあげるか、いい感覚を刺激してあげるか、感覚を流用していきます。それによって気づきを与えるという話しましたね。我々が持っているこれらの感覚を刺激して、言葉かけをしたり、ね、真似してもらったり、鏡見てもらったり、バランスを取りつつ、運動を行ってもらう姿勢を取ってもらったり、あるいは抵抗をかけたり、筋を伸長させたりですね。こういった感覚、触覚、触ったり、圧をかけたり、いろんな感覚を利用して刺激を入力していきます。で、あ、そうかと。こういうことが、こういう力の入れ方をすれば、このいい姿勢が取れるんだな、という気づきを与えたいです。これがまあ PNF のギュッとまとめると、ことですよ、ということになります。で、ローディングレスポンスでこうやって膝が伸びてたところから曲がってきますよ。これで荷重を受け止めるんですよね。荷重を受容します。それをちょっと強調してあげるんですね。床反力の方向に今、セラピストの前腕は向いてます。右が観測側です。右がターゲットにした場合、骨盤、体側の骨盤をこの方向に、この方向に、この矢印出てますよね。緑がセラピストの体の動きですね。で、安定性を測定ということを先ほどのお見せして、いろいろな、症例の患者さんにも